これ毎日やってたんです。意味わかんないですよね。そんなことばっか気にして結局やり込めずっていう人が僕の思う中でのダメな選手だと思うんで、野球少年のような毎日を過ごしました。現在の NPB において球界屈指の投手として注目されるオリックス山本投手、昨年は26試合で18勝5敗、防御率 1.39、 206奪三振と投手タイトルを総なめ、沢村賞、パリーグ MVP を受賞し、今や多くの投手が憧れる存在となっています。今回はそんな山本投手のフォーム作りにおいて考えていること、フォーム作りで悩んでいるアマチュア投手たちへ有益なアドバイスをいただきました。映像や写真を駆使し、本人が語った投球ポイントはプレイヤーであれば必見の内容です。東岡山ボーイズ時代はセカンドメインで2番手投手だった山本投手、高校1年夏はサードで公式戦出場、内野手と投手両方をこなしていました。ただチーム事情で投手に専念した山本投手、秋では主戦を任されるようになります。当時から140キロ前後の速球を投げ込んでいた山本投手でしたが、あることがきっかけで体作りに励むようになります。秋の大会の時に、1年生の秋に、今オリックスにいる楓さん、横山楓さんが僕の前の試合 で、その次の試合が僕らだったんで、プロのスカウトの方が多分 2,3 人ぐらい残ってくれて見てくれてたらしくて、でそれを監督に教えてもらって、で、まあ、ちょっと細すぎると言ってたぞみたいな言われて、そこからめっちゃ頑張ってたくさん食べて太って球速くなりました。入学時は63キロ。しかし夏はハードな練習により58キロまで落ちた山本投手。太りたくても太れない理由の一つに当時の練習内容がありました。分間走って言って、30分走って、20分走って、15分走って、10分走って、7分走るのが、これ毎日やってたんですよ。はい。意味わかんないですよね。そうですね。ダイエットっすよ、ほぼ。しかし、ここから練習が改善されたといいます。それがなくなって、ちゃんと50メートル走とか、そのショートダッシュとかも入るようになりだして、でちゃんとなんかこのメディシン使ったり、まあ、下半身ピッチャートレーニングっていうメニューがあって、なんか下半身鍛えるやつとかそういうのが入りだしていい感じになりました。体重は高校入学時から63キロ、最終的には78キロまで増量。1年生の時は140キロ前後だったのが151キロまで到達、マックスは10キロ前後も速くなり、一気に世界が変わるようになりました。高校1年生秋の写真と高校3年生の写真を比べても明らかに体格が変わっています。こうして2016年のドラフトでオリックスから4位指名を受け、プロ入りの夢を叶えます。プロ1年目は2軍で8試合投げ2勝0敗、 33.2 イニング、28奪三振、防御率 0.27、 フォアボールはわずか2つ。そして1軍でも5試合登板を果たし、プロ初勝利を収めています。しかし山本投手はフォーム変更の決断をします。やり投げを参考にしたフォームとなりました。1年目から2軍で圧倒的な成績を残し、高卒1年目離れしたパフォーマンスを発揮していたにもかかわらず、なぜフォーム改造を決断したのか。まあ肘がすごい1試合投げるごとにすごい張りが来てたんで、それでこれじゃダメだなと思って直しましたね。高校時代から連投になると肘が張るようで握力がなくなってしまう投球フォームだったようです。山本投手が通う治療院の先生から有益な意見ももらい、フォーム変更、さらにトレーニングも一新しました。山本投手といえば、
デブリックスローやブリッジなど、これまでの投手トレーニングにはない斬新的なものばかりでした。最初は疑問に思ったものの、やり続けることで成績も大幅向上し、現在に至っています。だからこそ山本投手はトレーニングをやり抜く大事さを語ります。やっぱトレーニングはやっぱ今すごいいいトレーニングたくさんありますし、どれが正しいとかは別に特に今ない、まあ、ある程度こう有名になっているようなトレーニングは、まあ、割といいトレーニングが多分多いと思うんで、まあ、そのどのトレーニングするにしても、なんかこう結構僕が思うダメな選手ってなんか合うとか合わないとかばっかり気にして、いろんなトレーニングかじってかじってみたいな、まあ多分そのこれを見てる人、見てる人も多分周りに思い当たる選手がいると思うんですけど、これは俺に合うとか合わないとか、そんなことばっか気にして結局やり込めずっていう人が僕の思う中でのダメな選手だと思うんで、まあどのトレーニングするにしてもしっかりやり込むことが大事だなと思います。合う合わないの前にまず自分がそのトレーニングをできないと意味がないんで、できたつもりになって合うとか合わないとか言ってる選手たくさんいますけど、はい、そうじゃなくてしっかりまずはやり込むことが大事だなと思います。トレーニングを大事にする山本投手、昨年は慌ただしいオフでしたが、それでも1日練習の際は治療、トレーニングなどあらゆることに取り組んだそうです。毎日朝9時からトレーニングして、で治療もしてもらって、で午後野球の練習して夕方ぐらいまで、日が暮れるぐらいまでした日もありましたし、野球少年のような毎日を過ごしました。その治療とかも毎日入れたり、トレーニングもしっかり時間かけてやったり、でまあ投げる技術的練習もしないといけないってなると、やっぱオフシーズンは1日かかりましたね。またホームで悩むアマチュア投手へこんなアドバイスをいただきました。やっぱりその変えすぎるのは良くないと思いますし、まず自分の軸はしっかり持つことと、とは言ってもその自分をすごい守りすぎても全然こう進化していけないので、まあ、僕のすごく尊敬している先輩が進化は変化だでしたっけって言ってたんで、はい、変化することを恐れず、あの変化は進化でしたっけ、ちょ順番忘れたっすけど、はい、変化することを恐れず、恐れてたら進化できないと思います。変化は進化や、間違えた、変化は進化ですね、はい、現在の投球フォームについても少しずつ改善点を見つけながら改良をしています。3月25日の開幕戦へ向けて山本投手は調整を続けています。去年は開幕してしばらく調子が安定せずだったので、今シーズンはしっかり一戦目からバチッといきたいです。山本投手ありがとうございました。今シーズンも大活躍期待しております。山本投手のロングインタビューは高校野球 .com で公開予定です。お楽しみに。高校野球 .com では中学球児、高校球児の皆さんにとってためになる動画を毎日配信しております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって一番大事なことは継続して続けることだと思っています。ライバルチームの情報や甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって、日々のモチベーションにしていただければと考えております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。